皆さんこんにちは。こんにちは。高松かの子のアクトマネジメント今日第1回目です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。第1回目のゲストは、RMCA の広報コンサルタント石川恵子さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いいたします。東京会の副理事長をしておりまして、広報コンサルタントとして活動しております。はい、まずですね、この私のこの番組の表題についてなんですけれども、普段スマートアクトディレクターという肩書きで仕事をさせていただいております。このスマートアクトのアクトとは何かと言いますと、動きのことなんですね。で、動きだったら普通ムーブだろうと思われがちだと思うんですけれども、無意味な、また無意識な動きではなくって、意味のある動き、または戦略的な動き、時にはですね、少し演じるというような、部分が入ってくる、そういったことに近いので、あえてアクトを使わせていただいて、スマートアクトをディレクションするということで、スマートアクトディレクターという形を使わせていただいております。楽しみですね、これから。石川恵子さんの、提唱されている外見リスクマネジメントの講師の一人としても参加させていただいているんですが、やはり体の動きの癖など結構あるんですよね、人によってね。で、その癖がですね、人に誤解を与えたりとか、または不快感を与えたりすることって意外とあるんですね。で、そういった観点から関わらせていただいております。そしてもう一つ、先月になりますが、RMCA 言いにくいのでね、その紹介で RMCA 認定講師、はい、合格おめでとうございます。名前間違いちゃダメだろうみたいな、すいません、そのうち慣れると思います。はい、すいません、舌噛みそうなんです、いつもね、これ大丈夫、私もよく噛んでますから。はい、なのでそんなことからご縁がありまして、ちょっと番組をやらせていただくことになりました。で、いろんな職業の方をちょっとこれからお呼びしてね、プロの 目から見たこのアクトマネジメントについて、いろいろちょっとお話を伺っていきたいなと思っております。はい、はい、で、今日は今日はどこから2022年2月22日にゃんにゃんにゃん、はい、の日でございます。はい、そして、とんがりコラボからお送りいたします。東京会の理事をなさっている、とんがりコラボ、法人会員のスタジオからお送りしております。会議室ですけどね。はい。よろしくお願いいたします。はい、さあ、すごく私今日1回目で、実を言うと、インタビューってしたことないんですね。されたことはあるんですけど。まあ、気軽に対談でいいんじゃないですか。なんかすっごい緊張してるんですけど。はい。はい、今日はね、気心の知れてた石川さんなので、少しちょっと安心しているんですけれども、まず最初にですね、石川さんのその、広報コンサルタントっていうお仕事なんですけども、私の、モデルという仕事の中で、あんまりこう出会いのなかった、初めてですか、はい、方だったので、すごく、興味深く、最初のお会いした時にお話伺ったんですけど、どうしてこの、広報コンサルタントというお仕事に就かれたのか、そのいきさつを、うちの協会には2000年から関わってるんですけれども、その2000年からはリスクマネジメントに強い広報コンサルタントということで活動しています。うん、で、その前は、広報 PR の専業の会社に行って、で、さらにその前は映画の仕事をしていたんですけれども、映画の仕事ってもう日々毎日クライシスが起こるし、で、またその中で、映画の中で危機管理を取り扱うっていうこともあったので、その頃から危機管理って何だろうとかいうことに関心を持ち始め、そしてこの教会で学ぶようになった時には、ちょうど2人目の子供がお腹にいたのかな、いて、で、ちょっと前の子は会社というトラブルがあって、裁判沙汰にもなったりしてましてね。結構大変だ。そう。で、私こんな臨月なのにこんな裁判してどうするのや、こんなゆやゆやして、裁判所行ってどんな子が生まれるのかなとかね、思うほどだったので、危機管理とか、リスクとか、もう避けることができるんだったら したいな、ということで、いろいろ調べたところ、今の教会に出会って、で、そこで勉強を始めたら、ちゃんとマネジメントの方法があるんだな、ということから、広報の仕事をしつつ、
その特にリスクマネジメントに強い、まあ、危機管理に強いということを一つの専門分野にしようということで、うちの協会の活動も始めたという、うん、いうことになりますね。RMCA 以外にもそのリスクマネジメントを扱っているというか、提出している会社ありますよね。会社というか団体、まあ団体ですね、勉強できるところを探したんですよ、ですね、最初に。はいはい、本だけだと全然わからなくて、うん、まあ、どうやったら体系的に学べるかなということで探したときに、あの教会がありまして、いくつか教会とか学会とかあったんですが、当時も広報の専門の団体も探したし、それと同時にこう危機管理とかリスクマネジメントの団体も探したところ、はい、うちの教会が演習もやっていて、うん、まあ、割とこの実務的な内容だなと思ったので、そこでうちの今の教会にある RMCA に、はい、の会員になったということです。なるほど、長い歴史が20年ぐらいになりますね。すごいですね。私もですね、その年認定講師ということで、少しあのこのリスクマネジメントについて、ちょっとだけでも本当に少し勉強させていただいたんですが、まあ、したかみそうな、聞いたことないような文字が出てきたりとか、なんか本当に最初は頭にこう入れるのにものすごく時間がかかったのを覚えていますが、まあ、でもこういう世界もね、あるんだなと思いつつ、でもまあ見渡してみればリスクなんてその辺にいっぱい転がってるってことを ね、はい、あの勉強した上ですごく改めて認識したっていうところはありました、うん、でこのリスクマネジメントのお仕事、あのコンサルタントのお仕事されて、まあ、一番最初にしたお仕事っていうのはやっぱり印象に残ってると思うんですけども、覚えてらっしゃいますか？一番最初っていうと、どのぐらい、うん、リスクに関してですかね。リスクに関してですね。リスクに関してっていうと、まあ、メディアトレーニング自体はずっとやっていたので、うん、まあ、メディアトレーニングに力を入れるようになったのは、やっぱりこの妊娠 を経験して、リスクマネジメントの勉強を体系的にした後に、まあ、本格的にそこに力を入れて始めたっていうのが一番最初ですね。はい、ですから、まあ、一番最初の仕事というのは、やはり、まあ、リスクマネジメントを体系的に提供しつつ、うん、実践的なトレーニングというのを勉強ですね、というのが一番最初になりますかね、うんうん、でそれでそのトレーニングされたあのその成果みたいなのってどうですか？成果、うん、まあ、あのできるようになる、はい、例えば会見がちゃんとできるようになるとか、うんうんうん、あと自分の癖、あのすごくねコミュニケーションがやはりちょっと苦手な方がいらっしゃって、うん、会見の中で、ね、あの下を向いてしまうとか、はい、うん、そうだな、舌足らずであったりとか、うん、まあ、あるいは論理的に話ができないとか、 あるいは先ほど高松さんがおっしゃったようになんか癖があったりとか、こう会見の時もなんかこうずっと触ってたりとか、あります、ここ顔さすぐ触る人とか、ね、あ、そうですね、あと書類をずっとこう触っているとか、うんうん、そのガサ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 するという、それが非常にこの相手に不快感を与えるというか不信感を与えてしまうっていうこともあり、そうするとただ単に伝える中身だけではなくて、うん、どのような形で伝えるのかということをもっと本格的に、もう少し細かいテクニックも含めてもっとこう極めたいなと、そうですね、いうことを感じましたかね、うん、その時は。でそのリスクマネージャーとしてのその仕事をされながら、そしてトレーニングをされていく中で、この外見リスクマネジメントっていうのを提唱されたじゃないですか、はい、何年前になられますか？これは2015年のうちの協会にプレスリリースで提唱したっていうのが最初ですね、はい、ちょうど高松さんと出会ったことです、そうですね、2015年ですそうですね、はい、でこの外見リスクを提唱されるにあたって、その体系化していく中でということでお声かけていただいたんだと思うんですけれども、はい、その石川さんがおっしゃるその外見リスクにはどんな要因が必要だって思われたんでしょうか？その体系的にするにあたっては、うん、より、まあ、外見というかミスリードしてしまう表現ってどのぐらいあるんだろうかということをこう分析する、はい、まあ、言葉だけではない、まあ、非言語の部分ですよ ね、 そうですね、非言語の部分のまあ研究というかいろいろ心理学の本も読んだりして、それを5つにまとめたということですよね。じゃあその5つをぜひ教えていただきたいんですけど、その5つっていうのは、うん、まあ、服装であったり、うん、まあ、服装とか着こなし
ですよね。ただ服も着てるだけじゃなくて、ちゃんと着るって。ちゃんと着る。よれっと着るんじゃなくて、ちゃんと着るっていうね。TPO に合わせて、きちんとした服装を。あ、そうです。その場合にふさわしい服装をするっていうのもそうですし、ちゃんと着る。ちゃんとしわがないようにするとかね、そういった着こなし。ネクタイをちゃんと締めるとかね。そういうことですね。それから、動きですよね。立ち方ですとか、会見の場合は、出てきたところから歩き方から出るので、猫背にしないとか、うん、それまでは猫背を指摘はしていても、じゃあそれをどう直したらいいのかっていうところまでは、はい、言えてなかったので、うん、それもあってまた高橋さんのところにも勉強に行ったんですけれども、猫背をどう直したらいいのか、はい、具体的に教えてあげる。そしてそのジェスチャーですよね、日本人ってほとんどこうボディーランゲージ使わないの で、 そうです、ね、こう会見もずっとこんな感じ、ずっとこうか、こうか。そうですね。こんな感じだったりですね。なんか不安定なんですよね。揺れる癖がある人もいますよね。そうですね。しかも今度は手出さないで、こんな風にしてみてるって。なんか大丈夫ですかみたいなこともあるので、やっぱこうジェスチャー、ね、表現力、はい、せっかく人間なので、手は手が使えるから。ちゃんと手を使うとか。はい、あとはその、髪型ですよね。髪型もこんな風になってたらな、全然 目が見えないとかね。そうそう、寝癖がついてる人とかね、男性なんかの場合は結構いらっしゃいますよね。ね、あと メイクも濃すぎちゃいけないとか、ね、ノーメイクでもちょっと失礼になるということもあり、その髪型、メイク。そして、今、言いましたね。表情。あと表情ですね。表情と、声ですね。声ね。はい。声も表情と非常に関連性があるので、声が前に出ない人はやっぱりここが上がらなかったりするから、それを全部5つの要素としてまとめた上で、それをしっかりと段階的に身につけていきましょうというように体系化しました。はい。で、私以外にも、スタイリストの高野さんと、あとは声と表情の山口さんと、私高松と石川さんで、こう外見リスクとしてのマネジメントの、トレーニングとして関わらせていただいています。はい。で、この今おっしゃってたみたいには、実を言うと石川さんと私、この1年間の間にね、いろんな会社の決算説明会だとか、あとは、新商品だとか新体系の発表会だとか、あとは政治家の方たち の、 その立候補した時の選挙の時の映像だったりとかを、たくさんこう 見させていただいて、それを座談会という形で、この今ご紹介した4人、外見リスクマネジメントに関わった4人、いろいろいいところは褒めて、直した方がいいところはちょっと指摘しながらって見てきましたけれども、面白かったですね。わいわいがやがやとね、座談会なので、あんまり真面目にやると、ちょっと辛くなっちゃうから、そのエンターテインメントの要素をなるべく出そうということで、やってきましたね。そうですね。結構楽しいです。ぜひ、一番楽しんでやったかもしれない。本当に楽しそうにやってますね。いや、もう本当楽しいです。もうアップされてるので、ぜひね、皆さんご興味のある方は後で見ていただきたいと思いますけども、石川さんの、ホームページからも、見られますので、ぜひ拝見、見ていただきたいんですけれども、でも、本当に、だから私の観点から言わせていただくと、そのボディーランゲージだったりとか、するところなんですけども、見事に日本人のボディーランゲージのなさにびっくり。出しましたね。そうですね。ただ私自身、この高松さんのところに通って、2015年から通ってますけど、はい、歩き方がちゃんとできると、ジェスチャーもね、できるなっていうふうに思います。あれは多分体のコントロールをすることが、身につくっていうでしょうかね。それによる効果は高いなって。そうですね。そうなんです。石川さん、私と出会った瞬間に、私ウォーキングのスクールもやってるんですが、そちらの方に通い始めて、もうかれこれ6年、もう衝撃的でしたよ。歩き方ってこんなだったのかみたいなね。その難しさっていうのかしらね。で、たかが歩くなんですけど、されど歩くという感じで、もうすごく真剣に通ってきてくださっていまして、もうかなり変わりましたよね。そうですね。もうすごく素敵に歩けるようになりましたけども、やっぱりその
体をやっぱりコントロールするってことはすごく大事で、多分歩くことをコントロールしながらってやってるいらっしゃる方ってほぼほぼいないと思います。それをこう客観的にね見ていく目を養うとか、まあ、そういうことでやっぱ石川さんもウォーキングだけじゃなくてそれ以外にも多分いろいろ身についたと思いますが、はい、うんね、その立ち方、ちょっとした立ち方、そうですね、あと雰囲気作りですかね。あとそう、私ね赤面症だったんですよ、昔昔って。結構ね人前で本当に話すのが苦手で、もう苦痛以外に嘘もう必死になってやってて、もう冷や汗かきながらやってて、なんですけれども、本当高松さんのところ高松さんに教わってからね、治ったかな治った見られることが恥ずかしくなくなったって。日本人はね、すごく恥ずかしいっていうのがあるから、うん、恥ずかしくなくなるっていうことの効果、うん、で、見られ、こう、注目浴びるわけですよ。みんな、浴びて歩くっていうのがすごい恥ずかしいんだけど、ある瞬間ね、気持ちよくなったっていうか、乗り越えられたね、瞬間がありますね。うん、実を言うと私も、答えが分かってても手を挙げられないぐらい引っ込み思案の子だったんですけども。そうなんですか、ね、お互いの努力なんですけどでもやっぱりね、私もその、まあ、モデルという仕事でその人前で歩くってことを覚えた時に恥ずかしさがなくなるんですよね。自信が出てくるっていうか、うん、そう、不思議な力、そう、歩くことに自信を持つってこんなに人の気持ちを変えるのかって、うんいうことでしょうね。ありますね。やっぱり自信がつくことによってなんかその弱い部分を克服できるっていうのかしらね。ああ、そう、なんか恥ずかしいっていうのがなくなることで、うん、なんかこの、ま、それが気持ちよくなるっていうことによって、気持ちよくなっちゃちょっと自己犠牲なんか今笑ったけど、恥ずかしくなくなるってことによって、もうだってまあジェスチャーもそうですし、うん、自然にこう、それこそアクトができるっていう、そうですね、動きができるっていうことの効果、何か飛び越えられる、うん、自分が伝えたいことをこう意図的に、なんていうかしら、すごくこう伝えやすくなるっていう、あ、そう、ね、大げさにやっていいみたいなね、そうですね、ことですよね、うん、でも不思議なんですけど、歩く時ってそんなにたくさんジェスチャーとかしないけれど、うん、すごくその雰囲気って出ますよね。その人、人によってみんな歩き方が違ってっていう、はい、うん、その人の個性とか、うん、その人の性格だとか、うん、いろんなものがこう加味して、うん、その人のこう一つの形みたいなのが出来上がっていくっていうのはあると思います、うんうん、歩くっていうのは本当にすごいことだな。一人一人の個性をものすごく出していて、なんかもう最初の時は本当に衝撃的で、個性そのものあ、でもだから面白いんですよね。だってそう私が教えてるんだけど10人生徒さんいたらやっぱり10人全然違う、違いますもんね。持ってる個性がやっぱりありますから、それもまた面白いところではあるなと思いますよね。本当、深い世界があるなと思いましたね、はい、ぜひぜひご興味のある方いらしてください。で、外見リスクを考えた時にやっぱりこう日本と欧米を比べた時にやっぱり負けてますよね。あ、そう、完璧負けてますよね、うん、特にこの非言語って言われてる世界ですね。そうそう、なんかね、うん、人を見かけて判断しちゃいけないとかいう言葉もあるんだけども、うん、やっぱりそのビジネスとか外交になると負けちゃうっていうのがあるから、うん、向こうの人たちは非常に戦略的に言葉だけじゃなくて、やはりこう非言語の部分も非常によく研究しているっていうこともありますから、うん、そこのスキルを身につけるということは日本においても、まあ、ビジネスで負けないとか、うん、交渉ごとに勝つとか、うん、目力大事だったりとかそれじゃないですか、アピール力とか、あるいはアピールしないとか、うん、そういったことにおいても、その、まあ、私は最近ね、いいですか、言って、はい、まあ、外見リスクマネジメントをもうちょっとアップして、はい、もう一段高くして、はい、まあ、外見安全保障ってどうかなって、おすごい、そう、経済、うん、今経済安全保障っていう言葉ありますけれども、うん、そうですね、まあ、それに対抗するべく、まあ、外見安全保障っていうのは、うん、まあ、要するに見た目で日本人を守るというか、うん、負けないというか、そういった考え方があってもいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、高松さん。私ビジネスにおいてはもうそのぐらいはっきり言っちゃってもいいような気がします。なんか外見リスクマネジメントっていうとなんかちょっとまだ弱い、外見を整えるだけ、外見を意識すればいいのねっていうようなことだけではなくって
て、もちろん外見意識するんだけど、それに伴う、例えば、もっと戦略的なこのもので、よく皆さんの海外の方がね、すごくボディーランゲージうまいとか、ジョーズのようにスタンディングプレゼンテーションしたいとか、ウォーキングプレゼンテーションしたいとか言ってますけど、彼らのそのトレーニングの量って半端ないですからね。そこは日本人は本当トレーニングしないで、もうぶっつけ本番で読むとかね、ことが多い。多すぎですよね。でそこは全然、意識してないっていうかね、読めばいいみたいなところになっちゃってるところが、ちょいもったいないというかね、まあ、そこがリスクがあるかなってすごく思うので、まあ、変えていかなきゃいけないし、ね、まあ、ビジネス負けないだけじゃなくて、まあ、勝つためのコミュニケーション、非言語力っていうのをぜひ身につけた方がいいかなと思って、たくましさの出番ですよ。ぜひぜひやらせていただきますよ、私を。本当に、うん。でも本当に皆さんにも本当分かってもらいたいのは、その海外の人がコミュニケーションが上手いから、ああやって簡単にやってるように見えるけれども、彼らはちゃんと努力してるということをね、知ってほしいんです、日本人には。簡単にやってるわけではないってことですよね。でも日本人だからじゃあ できないかって、そうじゃなくて、やっぱり日本人ならではの表現方法とか絶対あるので、そういったことも考えながら、ね、身につけ ていただいたらすごく強いんじゃないかなって思います、はい、ですからこの番組期待してます、ね、とかもさアクトマネージメントしよう、すごいプレッシャー、はい、ということで、そうですね、いろんな方からね、いろんなアクトマネージメントについて、ね、今後もお話を伺っていきたいと思いますので、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。では皆さんチャンネル登録もお願いしますね。今日は石川さん、ありがとうございました。